こにいる人たちみんな思ってると思うんでね、まあそれに選手がどうやってこう対峙するかっていうところはね、まあものですよね。まあそしてもちろん栃木 SC のサポーターの方も画面左から右に攻めるのがホームの大分トリニータ、そして右から左に攻めるのが栃木 SC。 今前半がキックオフ、スライディングでなんとかこの打球を得ました。中に入れてきました。こぼれたところ矢野貴章、まだシュートは打たない。ボール持って安田、ナイスブロック、まだあります。さあ大森かそれとも谷内田か。谷内田が狙った。ここは高木が止めます。ただ再びセットプレー続きます。コーナーキック狙っていきました谷内田哲平。渡辺新クリア、お体を入れる、おいいポストから渡辺から抜け出した小屋が行く、小屋のコントロール、左足浮かせてループシュート、これは惜しくもポストです。よく見てたんですけどね。カウンターですね。野村が頑張ってですね、このスルーパスですね、そしてキーパーの位置見てループですけどね、ボール1つ分外でしたか、左足で浮かせてループ、ここまでは冷静に奪って佐藤翔。さあ中には矢野もいます。上げてきました矢野貴章、トカチがいった、最後は抑えます。いやー、よかったと思いますね、ハーフタイム両指揮官が、どんな声をかけて選手たちを送り出したんでしょうか。今後半がスタートしました。三尾が前線に蹴ってきました。渡辺から左展開、ここに香川がいます。中には長澤、仕掛けていく、縦に仕掛けて、ここで上げて小屋がいる、シュート、左足振った、最後はシュート打っていきました野村。でもいいと思いますね、いい形で受けた長澤シュート、最後ボックス内入ってフィニッシュまで行きました長澤俊です。栃木前にかけてましたからね、ディフェンス手薄になってましたし、このトラップは一つでね決まりましたね。相手が食いついてくるところを少しこういなしてのトラップ、コースしっかり狙ったんですけどね、少し渡辺新も降りてきてます。そこにボールが入る、前向いてから中に入れた、ワンタッチ抜けてきた小屋、よく出てきました藤田、ここはいい判断でした。目先左のスペース使う藤本、梅崎が来た、梅崎が狙う、少しディフレクションがありましたけれども冷静に。宮崎も行きます、高木ヘディング、まだホイッスル、ここで試合終了の笛。両チームタフに90分間走りましたけれども得点は生まれず、0対0、スコアレスドロー。